はい、皆さんこんにちは、ワナリグルミジです。では今回はインペラトルローマ続きをやっていきますと言いたいところなんですけども、実はですね、前回のあの後、戦争後ですね、フィニキニアとの戦争にカラクも勝利をしたと、敵国の王ね、フィニキニアの王を捕らえて和平交渉で有利に講和を結んだというところだったんですけども、あまり何も考えずに、その、各軍の将軍を任命していってたんですが、忠誠が低すぎてですね、内戦が勃発。で、正規軍は、フィニキニア、との戦争で獲得した飛び地にいてですね、本国に帰還できずに、大敗北を喫するというシナリオをですね、そういうストーリーを変えることができずに、タイムリープしました。もう超必殺技、タイムリープですね。なので今回タイムリープしてね、またやっていきたいと思います。なのでまず最初にやることからね、確認をしていきましょう。もうね、フィニキニアと戦争になるのは避けられないというのがよくわかりました。なのでまずフィニキニアとのね、国境、ここにしっかりとした要塞を立てていくというところからやります。要塞ですね、要塞で要塞。要塞を国境沿いに建てるというのが一つ。で、もう一つはですね、周辺国との、関係改善ですね。このキュレイナカに関しては、属国化を急ぎたいなということで、関係改善行動で、プラス100。今20だと思うんですけど、これプラス100まで持っていけば属国化できるので、その属国化が一つ。あとこのクスね、ここもね、敵に回すと非常に厄介なので、彼らとも、関係改善行動を行っておきます。で、同じ要領で、この、もうね、対キュレイナカ、フィニキニア対策に、全神経を注ぎたいということから、ご覧のように、できるだけね、周辺国とは仲良くしておく。で、ユダヤに関してはね、もう先にフィニキニアに取り込まれるというのが分かりましたので、検証の結果も、何度やっても同じ結果だったので、もうユダヤに関しては手は入れない。他のところに、お金を使っていく。そういう形ですね。では、一通り外交を入れたので、続いて発明ですね。発明もね、すぐに効果の出る実戦での修練。これと、あと兄弟のちぎり。これを入れておけば陸軍の回復が上がるので、これでいきます。で、軍は、もうね、フィニキニアが攻めてくるのは確定事項なので、対フィニキニア対策として、王自ら、国境沿いに進軍します。で、ケージに関してはね、アテナの祝福で、研究ポイントプラス 2.6 を得ておきます。じゃあこれで、張り切って時間を進めていきましょう。あとね、軍勢に関してももうね、あらかじめ雇っておきます。大体の雇用ということでね。動かすのにもね、結構時間がかかるといえばかかるんで、重砲兵を本来だったら入れたいんですが、軽砲兵、あとは弓兵をどうしても重点的に入れざるを得ないと。
でもうね得られる収益になる交易はガシガシ入れていきましょう。これで今合計、2万の軍を雇いましたので、2万の軍を、まあ、この後ね、今活用していきましょう。でこのディアドコイ戦争ですね、これがもう避けられないので、このディアドコイ戦争によって確実にフィニキニアが攻めてきます。で、軽騎兵を今国境沿いに展開させている歩兵につけるために募集していきましょう。まあ一旦これくらいでいいかな。あとはお金をうまく使って、傭兵を雇っておきます。もう人的資源をね枯渇させたら取り返しがつかないことになるというのが分かったので、こんなところでいいかなと思います。これでね、じゃあ時間を早めていきましょう。まあ、国境沿いの要塞が先に仕上がってくれれば一番いいんですけどね、あのこればっかりは分からないんで。まあ、フィニキニアでもそんなに無限に軍があるわけでは当然ないと思うので、いやーいきなりここで地震津波か、結構きついな。安定度1金347、まあ安定度を失っててもいいからここは金は保持したい。今金を失うわけにいかないんだ。じゃあ3000の軍を移動させましょう。軽騎兵ですね、この3000は。で、関係改善行動をひたすら行っている国々に対しては、まあ、一刻も早くね、我々の完全なる、まあ、味方になるであろう属国化を進めていきます。要塞が完成してくれたら本当に一気に戦いやすくなるというか、そのフィニキニアの侵攻、陸路からの侵攻が防げますよね。で、何度かはね、海路からもやってきました、フィニキニア軍。なので、無理をしてでもね、傭兵を雇いまして、これをね、まあ、港近辺に配備したという状態です。航路からやってきたフィニキニア軍は2000とか数は多くなかったので、まあ、7000の傭兵を、まあ、首都に置いておけば、これで十分に防げるかなというふうには思ってます。で、あとは収入源をさらに増やしていきたいので、まあ、こういうエジプトの首都、もともと税収が高いようなところに関しては市場をさらに投入していきます。要塞の後でいいと思ってます。僕は先に要塞建てちゃうと、先に市場建てちゃうと要塞がね遅れてしまって対フィニキニア軍対応が遅れるので、もうここは先にフィニキニア軍がやってくる前に、要塞を完成させたい。あとちょっと個人的にね、キーポイントになるんじゃないかなと思ってるのが、このナバティアなんですよね。ナバティアの状況次第ではというところだと思うんですけど、ナバティアは今、生産物をフェニキニアから輸入しているものの特に何もないよね。であれば、このまま、どん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 仲良くしていくしかない。
や、贈り物12円で済むなら全然送るよ。その金で仲良くしてくれるというなら御の字。なんといっても今一番恐れているのはフィニキニアと単独で戦うこと。それが一番きついんで。ここはアンウェルカムギフトか。どうしようかな。忠誠を失うのは避けたいので。まあ、しょうがないね。人気を失ってでも、忠誠を維持しよう。あと、クシュね。クスなのかクシュなのか。ここもね、手強いんですよね。絶対に戦争にしたくないので、ここも、関係改善、行っておきましょう。で、続いて何が起きたかというと、腐敗。忠誠20。忠誠20はでかいな。もうすべてにおいて忠誠を中心に考える。忠誠がないと生き残れないのがもう完全に分かっちゃったんで。国境の守りはこれで今2つ立ててるね。要塞が完成すれば一旦終わりかな。あとそうだな、今のうちに財政の見直しで陸軍への、まあ海軍はいらないけど、要塞の維持費と陸軍の維持費もちょっと下げとこう。今はね、戦争になってないんで、これでちょっとでもお金の見入りを良くします。続いて技術か。何に投資していくかだな。ちょっと見ていく。人道的な振る舞い、外交評価プラス1。これ欲しい。欲しすぎる。今一番欲しいと言っても過言ではない。あと研究進捗速度がプラス 5%。 これも欲しいわ。水兵とかはね、正直今いらないので。あと全ての州の税プラス5。これだ。今お金が欲しい。水兵を作りたいから木材が欲しいんですよね、今。そういう意味で言うと、木材の輸入が可能かどうか確認していきましょう。木材の輸入は不可能。そろそろフィニキニアが戦争を仕掛けててもおかしくないんだけどな。さあ、キュレイナかどうなった？プラス98。ありがたい。これは、プラス100になると時間の問題だね。よし、これで、クレイナカが我が配下に加わったという状態だね。我が属国となった。じゃあ、この辺り入植してきゃいいじゃん。って話で、軍を起こしましょう。
フィニキニアが攻めてこないのもきっとあの国境沿いにあそこまで早く軍を展開できたっていうのが一番大きいと思うので、このまま行けばフィニキニアが攻めてくるっていうこともまあないのかなと。いやー65から増えないんだな。とはいえこれ属国提案ができないの で同盟も無理でしょう。いや同盟いけなくはないんだな、同盟いけなくはない。ナバティアに対しても同盟だったらいける。ちょっとナバティアに同盟確認しましょう。同盟、そうだよね、地域大国だから、異なるランクと同盟が結べませんという状態なので、これをやっぱり超えるには属国の提案なんだけどな、100以上である必要があると。で今65からどうしても増えていかない。異文化グループであるがゆえしょうがないって話なんだよね。戦争にならない防衛機能を働かせてるっていう意味では国境沿いに大軍を展開した価値はありましたよね。空襲はどうなってるんだ。外交確認してきます。プラス29までだな。ここは本当にもっともっと上げていきたいところなんで上げていきましょう。贈り物送ってどこまで上がる。バレミアに関しては64までか。いやーそうなってくるとキュレイナカ以外に取り込めそうな国はないっていう判断だな。フィニキニアで内乱が起きたらそこに介入するっていうのが一番いいと思うんで、フィニキニアに対しては内乱の工作を行っていきましょうか。外交画面を開いてセラビス進行だね。これもちょっとほんと難しいんだよね。ケージの威力が下がると、あとは研究進捗速度、いや研究進捗速度は欲しいので入れていこう。反乱支援、ギリシャの主要国フィニキニアにおける反乱軍を支援しますか。します。これにより支援を中心にするまでの彼らに異なる文化グループの幸福度マイナス20の効果が発生し、侵略的拡大の変動がプラス 0.02、 外交評判マイナス5を得ますと、反乱軍でいかなる戦争にも参加すると。どうする、ちょっと時期尚早だな。もうちょっと待とう。もうちょっと国力をつけましょう。属国化解除するってのはありえないからな。ナバティアよ、ナバティア。ナバティアが欲しいんだ、今。ナバティアが味方になってくれると言ってくれれば、それで全てが決まる。
もうナバティアに関してはこれ以上上がることはないんだろうね。65から。あとは下がるだけですよね。いや、多いよな、フィニキニア側のさ、国が。フィニキニアとしてはどうしたいのかってとこだよね。我々が食える、エジプトが食える国がどこにあるかっていうと、ユダヤはもう、フィニキニアの配下についたもんね。ナバティアはもう何もしなかったら下がる一方でしょ？ 61 まで下がってる。これラジットだな。ニューラジット。この辺りのね、死亡路線というのも変わらないですね。さあ、我が妃となる人間を決めていこうじゃないか。あ、明らかにこいつが一番可愛い。持っているのは、せっかちさん。学者。そして、無名。いやー、でも見た目一番いいからこの子にしよう。まあ、それはそれとしてだ。あとはそろそろ宗教だね。安定度をプラス1。捧げられるんだったらと思ったけど、捧げられないな。で、あとは、お金も余裕あるし、どうしようかな。ユダヤに対して宣戦布告したときに、彼らにどんくらいの力が、まあ、残ってて、こっちにどんくらいの損害が出るかっていう、そこの確認ができないと、なかなか容易には、先端が開きづらいですよね。カッパドキアはどうなっている？プラス52。これさ、贈り物進呈してどうなる？77までいくね。よし。これカッパドキアとは同盟が結べると思うので、カッパドキアとまず同盟を結んじゃいましょう。で、ユダヤに対して宣戦布告をして、ユダヤを飲み込むっていうのがいいのか、それともサンマリアがいいのか。サマリアがいいのか。サマリアの外交状況を確認するとフィニキニアなんだよな。フィニキニア軍が押し寄せてくるってことを考えると、なかなかしんどいよね。全然上がらないもんね、ナバティアに関しては。
そうしたらちょっと傭兵をさらに雇って、いよいよユダヤ侵攻作戦の状況を確認していく。まあナバティアは戦争に介入してこないっていうのを前提に、ユダヤを食っていく。で、まあユダヤの首都をちょっと確認しておきましょうか。じゃあユダヤの首都、なんか食える気がしないんだよな。まずだってフィニキニア領をいくつか食わなきゃいけないわけでしょ。いや、いきなりユダヤに侵攻できるね、ここから唯一ので。もう一度確認する、ユダヤは完全にフィニキニアの保護下にあるね。だからユダヤを攻撃したらフィニキニアが攻撃を仕掛けてくるのは間違いない。うん。で、サマリアはどうなっている？サマリアも同じ構造？サマリアも同じ構造だな。こうなると本当に苦しいよね。で、カッパドキアはどうなった？よし、カッパドキアに贈り物を送れば同盟の締結が可能な状態になるんじゃないか。おっと、まだか。外交官が到着前。外交官が到着すれば同盟は可能と見ていいね。まあここはフィニキニアに対して同じ戦争を仕掛けていくのか。南のクス、ここを完全にまあ、食っておいて安心材料につなげるのか。本当に方針がうまく固まらないですが、キュレイナカがね、この辺りを入植してってくれたら全然いいんだけど。ナバティアはもう一度確認するとどうなってるかというと、海戦地。ナバティアに関して言うと一応リビアに対して攻撃を仕掛ける準備はあるわけだな。リビアじゃない、リュヒャンかな。リュヒャン、リュヒャンに攻撃を仕掛けてくれれば、我々としては戦いを仕掛ける、介入する、まあそういう手立てというか、そういうことは可能になるよね。で、フィニキニアとの関係はどうなってるの？我々は。プラス20。フィニキニアとも関係悪くはないじゃん、こうやって見ると。そうすると、フィニキニアに同盟の提案をしてみよう。リジェクトされた。まあ、そりゃそうか。となれば、
フィニキニアに対して関係改善行動評価を行って、その上でナバティアを攻めるっていうのはありだよね。フィニキニアが今までだと戦争するのがもう規定路線でしたけど、今回国境を固めて港も固めたことによってフィニキニアが戦争を仕掛けてこないという状況を作り出せたので、この状況で、フィニキニアに対してまあ同盟が結べれば他の国を侵略することが可能だな。ちょっと待って、フィニキニア反乱勢力、ギリシャの地域大教大国フィニキニア、フィニキニアン反乱勢力であってる、我が王に対して、ギリシャの地域大反乱勢が、25の要請をしてきたと。待って、今内乱状態にあるということ。そうなるとフィニキニアンは反乱勢力、ほうってことは今サマリアに介入可能だね。よし、これちょっと介入しよう、サマリア。ということで一旦ここで終わりにさせていただいて、次回はフィニキニアの内乱に乗じて、ユダヤ、あとはサマリア、この二つを食いましょう。で、フィニキニアン反乱勢力の支援を行っていくということをやっていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。